13期グランプリマックスベスト 16D 卓5回戦の対局が立ち合いに柴田義和の合図で開始されましたなお一発裏ドラのない日本プロマージャン連盟公式ルールで5回戦を戦いトータルポイント上位2名がベスト8に進出となりますさあ最終戦並びからちいちゃに西川なんちゃに渡辺シャーちゃに石井ぺいちゃに奈良 以上の並びで対局がスタートとなります。統一局ドラはウーマンです。こちら親ば西川の手配。まずまずいいんじゃないでしょうか。えー、なんちゃの渡辺、白が統一ピンズが若干多い形。石井、ドラが一枚メンツまだありません。ならはピンズが多い形。こちらもメンツはありません。最終よ,よ最終戦となりました。今度は最終戦、五回戦もよろしくお願いします。 さ渡辺が早速ちょっと面白い手になりましたね渡辺さんは条件的に二、はいえー、着目の石井さんと76.7と、はい、結構大きいので、はいうん、結構な差がついてしまいましたしかもね奈良さんもかわさないといけないので、はい、トップは絶対条件で、はい、しかも一人浮きの6万点とかね、はいうん、7万点とか かなり現実的には大きなトップをが必要となります、ね。はい、で奈良さんと石井さんが19.9と、はい、まあさっきも言ったんですけど、まあ、現実的な逆転可能なラインに20ポイントですね、はい、いるかなという感じで、はい、石井さんはまず浮きをキープすること、はい。浮きをキープしておけば、えー、奈良さんにたとえトップ取られても。 結構の差を素点で差をつけないと逆転できないので、うん、石井さんは原点キープが大事になりますねはいで奈良さんは反対に石井さんを沈めて自分が浮くと、えー、順位点でねそれなりの差が詰まるので、はい、逆転が見えてくるかなと思いますありがとうございます石井さんドラドラですねトンが統一チャーチャーの石井ですねはい さあならピンズが、A、手配に押し寄せてきた渡辺さん二枚目渋し々ぶしぶですね、はい、本当は面前とか大三元にしたかった二枚目の両方は,はいそうですねチュンは切らざる剣は残さざるを得な感じです場には初敗、えー、のチュン小三元大三元の目を残して大三元ですねもう薬満が欲しい状況、はい、欲しいのはこれは,これはちょっと、はい そしてザワ出てきましたよ。うん、チューンは山に二枚残っています。白はあの石に石川の手に。<れ>チューン切るぞ。チューン切るありますか？これで切らないと。はい。危ないですよね。ずっと切らないんで多分。これはあの石川石井の手からも白っていうのは相当打ち出されないですかね？いや石井さんはドラだ、はい、実際にチャンス手なんでうん可能性はありますね。さんならスーピンが暗行。 西川さんは自分から切ることもないですね。なさそうですか。なので。渡辺さんが。チュンをあんこにすると石井さんのピンチ。そうですね。はい。で、先に。石井さんが白を。打ち出して。はい。チュンを積もれるかってことになりますね。奈良さんが打つことはないので。はい。これで白だ。さ、この白、泣けた。 山にチュンが残っています渡辺5回戦目にして第3弦の天敗これで高見は第3弦チュンです奈良さんが打つことはないんですがうん目に見えてチュンで打ったら高い高いというか <laughs> チュンで打ったら <laughs> はい,いやおかしいですからねペイの遠いとこ入ってるんで、はい、まだ山に一枚残っていますチーピー見逃しありますか羽曼なんで、うん、本一もついている 小三元本一羽満か薬満か出床によるんじゃないですかね<ー>西川さんまあ、多分打たないと思いますけど、はい、西川さんからなら見逃して、はい、石井さんからなら上がるとかね、はい、さあ渡辺が第三元の天敗高めは純安めでも羽満の手と手となっております純はまだ山に一枚 残っているいこれ積もったら積もったら面白くなりますし、ね、面白くなりますねそしてあの安名のチーピンも山に2枚ということで3枚残っていますいやでもチュンが見たいチュン見てみたいですねさあ渡辺が天敗ですチーピンとチュンのシャンポン待ち どうだああ3ピンはいロービンド入れ替えてまだいますまだ山に残っているどうだああさあ渡辺、A、中央を積もり上げました第三元の上がり5回戦最終戦目にして第三元を上がりきりました8千一1万6000これは一気に面白くなりましたよ一気に面白くなりましたね さあ,さあちょっとポたいですねはい,、はい、いや鳥肌立ちますねさあうお一気に来た。2> と2局小矢渡辺。